はようございます、井上雅宏です。今日ですね、ジサリスです。ピンクの特撮作るシーズン2です。今日何するかっていうと、ゾルンのスーツとゾルンのその本人のキャストのスチール撮りをするんですけど、宣伝用のスチール撮影だったりとか、グッズ撮影用のスチール撮影だったりとかっていうのを、まあ総合的にやる撮影になってます。でね、ゾルンのキャストって今公開されてんのかな？されてないです。されてないよね。じゃこれで発表になるの？まあ、今回のシーズン2は、まあ、かなり特撮のファンの方々には嬉しい人たちが出てるんじゃないかなと。まあ、ガロ、ゴールドストーム、ショーから、まあ、ゴールドストーム、ショーだけじゃないけど、道外龍我役やった栗山航くん、まあ、その栗山航くん出てることはまあ皆さん知ってると思うんだけど、まあ、それ関連で僕のガロの時の相方が今回ゾルをやります。まあ、声は出てる、まあ、声出てるからみんな分かってるか、まあ、そうだな、まあまあ絶対気づいてるよね。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。お願いします。あ、井上です。はじめまして、カメラマンの美里と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。なんかあの一般の公募で来てくれたっていう、はい、この前スペースでちょっと話させて、そうですよね、させていただいた、あのよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。監督どうですか？どうすか、いい感じですよ。近況は？近況、うん、近況はまあね、いいじゃないですか。何その笑顔は。頑張ってます頑張ってます。あ、ジェネシス公開おめでとうございます。ジェネオスです。あ、もっとちゃんと応援してくださいよ。ジェネシスおめでとうございます。ジェネオスです。推薦コメントの一番上に載ってましたから。じゃあ紹介から。今日はそんな感じですね。あ、ゾルン役の松之江雅さんです。そんなざっくりできる。そりゃここドキンだから仕方ないやもう。あ、そうなんだ。本当に。あ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、ね、ガロゴールドストームショーからのご縁で、いろんなところを共演させていただいたんですけど、いや本当に、まあ、今回のジサリスのシーズン2ご協力いただけるということでありがとうございます。それこそ本当にありがとうございます。気づけばなんかいろいろと変わったみたいで。そうなんですよ。2児の母になってませんか？そこの間に産んじゃって、はい、すごいですよね。ねえ、このゾルマニアがちょっと今回ゾルン役で開拓してくれたんですけど、いや本当、どんな感じですかゾルン。いやゾルン、ちょっとまだあの、はい、公開前だと思うんで。あ、本当？じゃあ、まあ、別に好きに言ってもらっていいんですけど。そうそう、かっこいいでしょ。かっこいい、はい、変身が、ね、初めて人生初めて変身がそんなことないでしょ、今まで変身してたでしょ。いや変身はないのよ。あ、そう、変身はないのよ。あ、どっちかというとなんか着るスタイルじゃなくて脱いでくスタイルだったっけ。脱いでくスタイルか憑依とかね、うん、変わっちゃうやつはあったけど、はいはい、変身はだって男の子で特撮スーツみたいな、そう、男の子の夢みたいな、あれ一般的にはそう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 、ね、黄金騎士になってるみたいなイメージでしょ。いやそうよ、みたいな、すごい嬉しかった。で子供たちが育ったらまあまあ変身してるってなるわけでしょ。誇らしい。めっちゃいいじゃん、代表作に、はい、男の子させていただいて。ああ公表してるんですか。あ、してるしてる、あ、してるしてる、女の子2人。あ、女の子か。あ、私みたいなのあと2人。ちょっとね、シーズン2は栗山くんが、そう、敵のボスとして出て、いやね、で、いやね、さらに中、まあ、ボスとしてゾルも出てくるんで。いや本当にちょっと、ちょっとガロオマージュみたいな。そう、ガロファンの方は結構しびれちゃうっていうのもありますよね。うん、いやそうですよ、本当に。違う見方をすれば、ね。そうなんです。うん、まあ、じゃあちょっと撮影の方もいけますか？うん、はい、切り替えて、はい、ああよろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、すごいかっこいい。まあいい感じですね。こちらも撮りますいましょうか。はい、行きます。ナイス。そう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 、はいですね、めっちゃいい。ありがとうございます。かっこいい。社会見える感じがする。マジ？嬉しい。どうしてスイッチ入れるとこんな通るの？いやもうやっぱりね、女優なんで。さすが。そうなんですよ。こっちを知ってくれないと何もできないと思っちゃうんですけど、できちゃうんですよ。笑ってくれるとこです、ここは。笑ってくれないと痛いやつ。そんなことないですよ。棒読みでね、棒読みで。
チ。あ、オッケーです。以上ですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございます。すいません。ありがとうございます。でもそれはもう出ちゃった。でもなんか意外とありかもしれないですね。面白いですね。でもちょっと模様が見えるようにこうか。そうですね。手分けしてちょっと、あ、そうです、そっちの方がいいかもしれないです。手分けして、手とかライブ分けしたって感じで、監督の右手ちょっと上げてもらって大丈夫ですか。で、ちょっと左手下げてもらって、そう、この辺りでありがとうございます。はい、じゃあ以上ですね。以上です。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ということで、いろいろ撮ってもらいましたけど、はい、どうですか、試合の。いや、もうめちゃくちゃ楽しかったです、今日は本当に。もうなんか、童心に帰った気持ちで、撮るも撮ってたっていう、松井さんも撮ってたっていう感じでしたね、本当に。ディレクションに熱が入ってたんで、すごいな。いやいや、本当に、なんか本当に趣味を仕事にさせていただいたっていう感じで、本当にありがとうございますっていう感じですね。これ今後、ちょっと別の展開だったり、まあ、CG とか本編にも使われますよね。はい。なので、ちょっと完成を楽しみにしていただければと思います。はい。また、何があったか、はい、すごかったですね。はい、ありがとうございます。何かあったら、続けてお願いします。はい、ぜひともよろしくお願いします。お願いいたします。反応どうでした今日は。最高でした。最高でした。最高でした。すごい。本編で映画あります。期待してください。